みんなの意見も教えてくれよな。コメント待ってるわよ。こんばんは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。昨日家の鍵をガチャガチャ開けようとする音が聞こえたのよ。え、怖すぎるだろ。いつも玄関の鍵を開けっぱなしにしてることが多いんだけど、昨日はたまたま閉めてたからよかったわ。最近不審者が多いから気をつけろよ。玄関の戸締まりはもちろんだけど、知らない人が訪ねてきた時、むやみに招き入れず、ちゃんと確認してから出た方が良いぜ。まるで保護者のようね。もし同じようなことが続くようなら、引っ越しも考えろよ。引っ越し先が決まらなかったら、うちに居候したっていいんだから。優しいわね。家賃を浮かせたいから、お世話になろうかしら。それはダメだ。まあ、結局昨日は隣人の酔っ払いが、自分の家と間違えただけだったから、引っ越しはしなくて大丈夫よ。いやいや、酔っ払いが訪ねてくるって、それも十分怖いだろ。そう、私も酔っ払った時、何度もその人の家に間違えて入ったことあるから、お互い様なのよ。霊夢もかよ、二人とも、どんな飲み方してるんだよ。そんな理由で顔見知りなんて、普通ありえないだろ。そう、お酒がきっかけで仲良くなることって多いのよ。でも、私ももう若くないし、お酒が原因で炎上したら、困るから気をつけるわ。当たり前だ。でも、本当に防犯面は気をつけろよ。うち、オートロックだから大丈夫よ。それに事件って、物陰とか裏通りで起こるイメージだわ。霊夢のそのイメージは間違いだ。家にいれば絶対に安全だと思いがちだけど、その安心を脅かすような事件もある。自宅で突然事件に巻き込まれた話を知っているか？名古屋市西区主婦殺害事件だ。初めて聞いたわ。自宅ってことは家族が犯人？違うぜ。犯人は第三者とされているが、未だに捕まっていないんだ。未解決事件ということ？そうだ。どういう経緯で事件に巻き込まれたのか、教訓のためにも知っておきたいわ。その話を教えて。じゃあ、事件について詳しく伝えていくぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。その事件は、1999年11月13日に、愛知県名古屋市西区で起きたんだ。事件名になっている通りね。ああ、事件は、当日午後14時半頃、アパート内で当時32歳の主婦 A さんが、首を刃物で刺されなくなっているところを、大家さんが発見したことで発覚した。大家さんが第一発見者とは、怪しいわね。誰でも疑うのは良くないぜ。大家さんが自宅を訪れたのは、自家栽培の柿を届けるためだったそうだ。いいなぁ。うちの大家さんはいつも、家賃を滞納しないでくれ。って文句言いに来るのよ。なんで家賃を滞納してるんだよ。大家さんに同情するぜ。霊夢には、十分な給料渡してるだろ。パチンコで負けが続いちゃって。ギャンブルかよ、もう社会人なんだからしっかりしてくれ。気をつけます。で、事件の大家さんの話は？あ、そうだったな。大家さんは応答がなかったものの、鍵が開いていたことから部屋の中に入って、そこで A さんの遺体を見つけたというわけだ。さぞ、驚いたでしょうね。そんなこと想像もしていないでしょうし。しかも、家には当時2歳の長男もいてたんだ。え？お母さんが刺されたってことは、男の子ももしかして？幸いなことに、その子は無事だったんだ。だが、おそらく A さんは長男の目の前で、殺害されたのではないか、と見られているんだ。そんなショッキングな経験をしたら、その子のその後の精神状態が心配だわ。でも、唯一犯人を目撃している可能性があるのよね。その可能性は高いな。だが、まだ幼かったがゆえ、その子から、証言を得ることはできなかったようだ。大きくなった長男は後に、その記憶どころか、母親の記憶もほとんどない、と話しているそうだ。幼いことが幸いしたのかもしれないな。当時2歳なら仕方ないのかもね。それに犯人は子供が幼いことで見逃した可能性も、考えるんじゃない？確かにそれもあるかもしれないな。もし5、6歳だったら、顔を見られた犯人は、想像に難くない。不幸中の幸いかもしれないわね。犯人や犯行の記憶がないのは、良かったのかも。でもお母さんの記憶がほとんどないって、ちょっと悲しいわね。そんな幼い時に、永遠の別れになってしまうなんてね。それに、これからの成長が楽しみな我が子の姿を、二度と見られなくなったなんて、亡くなった A さんは、さぞ悔しかったでしょうね。ああ、幸せな三人での平穏な暮らしが突然壊されて、残された夫と長男が失ったものは、言葉にできないぐらい、大きかったと思うぜ。事件は突然起こったの？何か予兆はあったのかしら？まずは、事件当日の流れを説明するぜ。午前9時ごろ、A さんの夫はいつも通り会社に出勤した。そして、午後11時ごろ A さんと長男は、近所の病院に出かけているんだ。お母さんって子供のお世話で大変よね。でも今のところ不審な点はないわね。そうだな。だが、
近所の住民から、ある気になる証言が寄せられているんだ。なになに？午前中 A さんの自宅内で、人が争うような大きな物音が聞こえたそうだ。自宅には A さんと長男だけだったのよね。2歳の子とそんな喧嘩をするとは考えられないし、誰か他に人がいたってこと？それはわからない。実際に、何かを見たわけではないんだ。しかし、もしかしたら誰かが訪ねてきた可能性もある。母と子以外に誰かがいたかもしれないのね。じゃあ、その人が犯人の場合もあるということね。別の住民によると、その住民は、アパート側の駐車場で車の手入れをしていたんだが、お昼頃までは不審な者の姿は見ていないそうだ。そのため、警察では正午から午後13時までに、犯行が行われたと推測している。言い争う声は午前中よね。でも犯行時刻は、正午から13時、その頃 A さんと長男は、病院から帰ってきていたの？時間の差が気になるわね。ああ。そして別の気になる証言もあるんだ。警察も聞き込みをしっかりしたのね。その証言ってどんなものなの？まず、正午から午後13時までの間に、A さんの自宅でタンスを動かすような、大きな音がした直後、階段を駆け下りる音を聞いたという証言だ。その時間が犯行時間と推測されているから、事件に関係している可能性が高いわね。しかも、階段を駆け下りるって、急いでいたわけよね。そうだな。また、他の情報では A さんの友人が、午後12時半から14時までの間で、3回電話をしているんだ。だが、いずれも応答がなかったそうだから、12時半にはすでに殺害されていた可能性が、高いと思われるんだぜ。そうか。病院で A さんと子供は、目撃されているんだものね。その時点では生きていたわけだから、家に帰ってきて、そこから大家さんが来るまでの、14時半頃、大家さんが遺体を発見したわけだものね。A さんは洗面所で首に致命傷を負った後、台所まで張っていき、そこで息絶えたようだ。その手の先には、無邪気に遊ぶ長男の姿があった、という大家さんの証言があるんだ。瀕死の状況の中、最後の力を振り絞ったのね。やっぱり母親って、愛する我が子が一番大切なのよね。その時の A さんの気持ちを想像すると、何とも言えないよな。後の捜査で、遺体発見時、死後に3時間は経っていた、と考えられている。なるほどね。だから、犯行時刻がお昼頃なのね。14時半に大家さんが発見しているから、殺害は12時から13時と警察は考えている。現場の状況はどうだったの？ A さんはトレーナーにジーパン姿で、廊下から今に向かって体を投げ出すような、格好で倒れていた。首の刺し傷のほか、手に刃物を防ごうとしたような傷もあったそうだ。防御傷ってやつね。ということは、犯人から正面で、相対した可能性が高いわね。玄関先で刺されたのかしら。その可能性は高いな。また、室内を物色した様子はなく、犯行に使われた凶器も、現場からは発見されなかったらしい。室内を物色した様子がないということは、強盗ではないということよね。少なくとも、動機は物取りではないだろうな。金品目的なら、玄関先で脅すだろうし、まして一般の人の家を襲うのは、リスクだけ大きい。そうね。お金があるかわからないものね。強盗って一概に言うが、空き巣などの窃盗犯が、帰宅した住人に発見されて、居直り強盗になる場合や、コンビニ、銀行などを襲う場合が考えられる。あとは、金品があるっていう情報があれば、個人宅に押し入る場合は考えられるだろう。とても A さん宅を襲う理由はなさそうね。居直り強盗ならあるかもしれないけど、その可能性も低いだろう。A さんは、昼食を取ろうとしていたところだったようなんだ。テーブルの上には味噌汁と、カップラーメンが伸びきった状態で置かれており、テレビもつけられたままだったそうだ。じゃあ、不意の出来事だったのかもね。突然誰かが訪ねてきて、不用意に扉を開けた結果、殺害されてしまったのかしら。A さんの夫によると、A さんは来客があれば台所の窓から、必ず確認していた。でもその日は朝、宅配の不在票も入っていたこともあり、確認しなかったのかもしれない、と話しているそうだ。きちんと確認していれば、事件が防げたのかもしれないと思うと、いたたまれないわね。この事件の犯人像は明らかになっていないの？玄関には犯人のものと見られる大量の血痕が、残っていたんだ。おそらく、犯人は部屋に侵入後 A さんと格闘の末、自身も負傷したものと考えられる。ということは、DNA 鑑定である程度の特徴は、見えたんじゃない？ああ、それに事件後不審な人物を見た、という目撃証言も寄せられ、おおよその人物像が分かったんだ。どんな人なの？血液型は B 型で黒髪のパーマが肩まで伸び、黒い服を着た身長160センチくらいの、40、50代の女性だと分かった。犯人は女性だったの？勝手に男のイメージを持っていたわ。
そして、最新技術で DNA 鑑定をした結果、おとなしめで消極的な性格、ということも分かったそうだ。すごい、DNA 鑑定って性格までわかるのね。でも、おとなしくて消極的な人が、こんな事件を起こすかしら。普通はありえないよな。女性が犯人というのが少し意外だったわ。DNA 鑑定に加え、犯行時、かかとの部分が高い、24センチメートルの韓国製の婦人靴を、履いていたことから判明したそうだ。履いていた靴の証拠もあるのね。犯行後の犯人の足取りが少しでもわかれば、解決への道筋が見える気がするんだけど。少なからず判明している情報もあるぜ。まず、この犯人は犯行後に洗面所で、怪我をした手を洗い、すぐには逃げず、しばらく玄関に留まっていたと見られているんだ。犯人も負傷したって言ってたものね。普通犯人は、事件を起こしたらすぐに逃げそうなのに、結構な傷だったのかしら。その後現場から500メートルほど離れた公園まで、走って逃げ、そこの手洗い場でも、血を洗い流したと見られる跡があったようだ。相当失血していたのかもしれないわね。まさか、自分も傷を負うとは思ってなかっただろうし、相当動揺していたでしょうね。でも、玄関に留まったり、走って逃げたり、よくわからないわね。普通はすぐに現場周辺から、立ち去りたくなりそうだけど。同感だぜ霊夢。それに加えて、不可解なことがあるんだ。私には不可解なことだらけだけどね。他には何があるの？犯行現場には、飲みかけの乳酸菌飲料が置いてあった。乳酸菌飲料は、私も好きでよく飲むわよ。ヤクルトとかピルクルとかよね。ちなみにピルクルは1リットルパックで、よく一気飲みしてるわ。確かに1リットルパックは売ってるが、一気飲みはどうかと思うぜ霊夢。豆知識だが、ピルクルの1日の摂取目安は、65ミリリットル、だ。ってことは、私、1回につき、15.38 倍も飲んでたのね。そんなに、健康になってたなんて、知らなかったわ。まあ、あまり知られてないだろうが。って、1回に行ってもしかして、1日に何本も飲んでるのか？ 1 日2本が基本よ。大好きなの。午前中と午後に1本ずつよ。飲んだ後、トイレにこもるのが日課なの。便通は良さそうだが、ほどほどにな。まあ、とにかくこの乳酸菌飲料だが、A さんの家族はこの飲料を飲む習慣がなく、犯人が持ち込んだ可能性が高いと見られているんだ。しかも付属のストローが使われておらず、穴を開けて飲まれたようだが、そのまま玄関先に吐き出されていたそうだ。どういうこと？もったいないわね。嫌いだったのかしら？それとも何かのメッセージとか？それはわからない。もしかしたら、飲み物で長男の気を引いて、連れ出すつもりだったのかもしれない。殺害現場を見せないようにと思ったのかしら？もしくは誘拐が主目的だったのかもしれないの？残念ながら、そのあたりは推測の域を出ない。それから、乳酸菌飲料は A さんの自宅周辺では、配達販売されていないものだと判明しているんだ。これは、A さん宅から約 35km 離れた、西三河地区で販売されているものであった。じゃあ、犯人がその西三河地区に、住んでいる可能性があるのかしら？もしかしたらな。でも、結局それは未だに不明だ。なぜ、A さんは狙われたのかしら？警察は怨恨の可能性から、A さんやその夫の、交友関係を徹底的に捜査したそうだ。でも、恨まれるような人間関係のトラブルはなかった。聞く限り、普通の家族って感じよね。お母さんも子供を病院に連れて行ったり、2歳だから可愛い盛りよね。大家さんが柿を持ってきてくれるなんて、近所ともうまくやっていそうだし、近所の人も警察に協力してそうだしね。ああ、いろんな証言が集まっているし、少なくとも周囲の人から悪く思われていない。挨拶もするきちんとした人だったんだろう。しかし、一部報道では変更報道がされたんだぜ。変更報道って？マスメディアによって、恣意的に情報操作された報道のことだ。どんな報道がされたの？あるテレビ番組で、女友達3人に A さんの人物像について、インタビューを行ったシーンがあったんだ。そこで A さんについて、悪気がなくストレートに、物事を言ってしまうことがあるので、こっちが落ち込んでいる時に、すごく楽しいことを言ってくるんです。ある意味、やっかみはあった、とか、赤い車に乗り、派手っぽい感じ、ミニスカートを履いていたりとか、周りからやっかみを買い、誤解される。こちらが傷ついちゃうことを言ってくるんです、など、裏の顔があるよう演出し、A さんが、性格の悪い女性である、というイメージを与えたんだ。ひどいわ。家族がそんなシーンを見たら、すごく嫌な気分になるわよ。それに、一方的な言い分を放送するなんて、どうかしてるわね。後に番組側は謝罪している。オーバーに面白おかしく、作り込んだ部分があったようだ。それに、その3人組が勝手に、妬んでるだけって感じがするわね。実際の A さんはそんな人じゃなかったのよね。ああ。
明るくてテキパキと仕事をこなすし、スラッとしてスタイルが良く、仕事場で上司から好かれやすかったそうだ。誰かに恨まれるなんて、やっぱり思い当たる節はないということよね。ある警察幹部の話では、A さんに逆恨みした、地元で接触のある人物ではないか、という見方もあるんだ。逆恨みって自分が予期せぬ状況で、いつの間にかされていることが多いから、怖いわよね。A さんは慎重な性格だったらしいから、その人物の存在を夫や友達には、伝えていなかった可能性がある。もともと接点のある友人の中の一人で、A さんよりも年上の女性ということね。そうなってくると、調べれば突き止められそうだけど。それが、県警は目撃情報などをもとに、捜査を続けてきたが、未だに犯人は見つかっていないんだ。現在、犯人の似顔絵を公開し、有力情報の提供者に上限300万円の懸賞金も、かけているぜ。情報提供をきっかけに犯人が見つかるといいわね。それまで家族もこの事件を、終わりとは思えないわよね。A さんの夫は現在、名古屋市内の実家に住んでいるが、事件の解決を願いながら、現場保存のためだけに、20年以上現場のアパートを、借り続けているそうだ。それだけ、犯人を見つけたいという執念があるのね。家賃の支払い総額は事件後2000万円近くになっているそうだ。リビングのカレンダーには、A さんのボールペン字が書き込まれたままだし、家族3人の写真が入った置き時計や食卓、化粧台などもそのままにしているんだ。事件発生時からそこは、まるで時間が止まっているかのようなんだ。事件から長い月日が経っているけど、決して風化させたくない気持ちが伝わるわ。とても、悲しいけど。A さんの夫と長男は、事件発生の日に合わせ、ビラ配りをし、情報提供を呼びかけている。でも、未だに解決には繋がっていないんだ。なぜ、こんなにも解決の糸口が、見つからないのかしら。当時を知る複数の捜査関係者によると、実は A さんが殺害された日の夜、県警が警察犬を使い、血痕を追っていたそうだ。しかしその後、この血痕を一部の報道機関も、追い始めたため、当時の捜査幹部が、一時中断を指示した。するとその夜、現場には雨が降り、血痕が消え、追うことができなくなったんだ。その時血痕を調べていれば、犯人にたどり着けていたかもしれないのに。この事件、マスコミって、余計な邪魔ばかりしてるじゃない。許せないわ。そうだ。県警は血痕が消えた先の犯人が通ったと見られるルート周辺における目撃情報を寄せてほしいと話しているんだ。現在、犯人はおそらく60から70歳よね。ああ、今も私たちの生活に溶け込んで、暮らしているんだぜ。恐ろしいよな。本当よ。それに幼い子供から愛するお母さんを、奪うなんて、許せないわ。早く罪を償うべきよ。まさか殺人事件が、自分の身に降りかかるなんてなかなか思わないけど、自宅で起こった事件もあるということがわかっただろ。ええ、やっぱり戸締まりは絶対するべきだし、安易に来客を受け入れるのも危ないわね。それに今回の事件の理由はわからないけど、自分の知らないところで、恨まれているという可能性もあるんだ。そうね。特に表に出る私たちはなおさらよね。だから、いつだって自分の身は自分で、守らないといけないぜ。最近物騒な事件やニュースも多いから、他人事と思わずに気をつけて生活するわ。気をつけすぎぐらいの方がいいわよね。あまり飲みすぎないように注意するわ。ああ、隣近所と仲良くするのはいいが、よって隣の人の家に入るとかなしだぜ。あと、ピルクルは飲みすぎだ。そうね。一気飲みするとトイレの住人になるから、いざという時逃げられないわね。でも、なぜ1リットルパッケージがあるのかしら。霊夢みたいに一気飲みは想定してないだろ。それに乳酸菌飲料が問題じゃなく、冷たいのを一気に飲むからトイレ行くんじゃないか？え、私、ピルクルを飲んで、デトックスしているって思ってたのに。ぐぬぬ、騙されたわ。何事も過ぎたるは及ばざるがごとし、だ。ほどほどにな。ありがとうマリサ、気をつけるわ。1日2リットル、少しずつ飲むわね。それにしても、今日の事件は悲しい内容だったわね。そうだな。今回の話を聞いて、もし自分や家族の身に、同じことが起こらないように。そのためには、どうするべきか、一度考えてみるのが良いと思うぜ。そうね。私たちも普段の生活に生かして、危険を避けていかないとね。ほんとだな。少しでも悲しい事件が減ることを願うぜ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。